はい、皆さんこんにちは。プロレスデイ増刊号がまた始まりました。そして編集長、はい、本日もまた素敵なゲストがお越しいただきましたね。勇美さんですよ。はい、プロレスリングバサラを代表します、はい、小高勇美選手が本日お越しいただきました。勇美さん、本日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。勇美女子の皆さん、はい、見てください。はい、ぜひ見てください。はい、それではいつもの掛け声を編集長お願いします。はい、はい、今日も一緒にプロレスを楽しみましょう。はい、ということで、勇美さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、プロレスリングバサラ、第9代ユニオンマックス王者としまして、王座返り咲きを果たしました。勇美選手、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。いやー、やっぱり勇美さんはね、こう、インディー界でもう、本当に暴れ回っている。いやいや、バサラとしても、もう今、ガンガンやってますね。そうですね、どんどん。そして大日本だとか、でもいろんなリングでも活躍されてますし、はい、これまで取ったベルトの数、すごいですね。おそらく日本一ですよ。はい。そんなもんないと思いますけどね。もう、インディー界を席巻して、はい、もう、すごいベルトコレクターという、うん、いやいや、記録にはでもかなり残ってますよね。記録にはそうですね。そうですよね。はい、今までの団体でいきますと、ほとんどのヘビー級の、BJW、ストロンゲスト K、そして、DDT の KOD、そして今回はユニオンマックス王者ということで、はい、もうベルトコレクターとしての勇美さんとしては、こんだけベルト取っちゃってどうしましょう。いや、ミスターインディーですよ。そうですよね。間違いない。はい、うん、もうあの年末のまたインディー大賞、はい、ここにもノミネートされること必死だとは思いますけども。はい、そしてあの、バサの代表としてね、はい、先ほどお話を伺いましたが、はいはい、非常に感銘を受けました。あ、本当ですか。はい。あの、リング上のね、はい、ものすごいファイトとは、全く違う、はい。リング降りたらね、はい、もう、スマート。なるほどですね。うん、やっぱり。あの、リング上は、はい、クレイジーとか使ってるのかな、はい、クレイジー。はい、クレイジー。はい、クレイジー。はい、リング降りたら本当にスマートな方です。はい。はい、もうね、勇美さんのね、魅力はね、今日はあの、実は柴田編集長インタビューさせていただいてますので、またそれは後ほど。はい、勇美女子がね、コロッと言っちゃうのはよくわかる。そうですね。はい。そして勇美さん。なんと明日ですかね。はい。はい。新木場で、今度また大会があるということで、うん、そちらの情報をちょっとお知らせいただけますでしょうか。はい。こちらですね。はい。19時会場、19時半開始。これ、新木場19時半ならね、大体みんな間に合うんですよ。はい、間に合う。そうですね。本気で頑張れば間に合う。メインのとこです。はい。はい。メインのとこです。小高さんみたいにトランザム隆一、はい、初タッグですね。うん。はい。風磨、阿部文典。風磨もよくて、あったね。最近気になる。風磨も最近頑張ってるんですけど、はい。安倍のね、うん、成長というか、うん、いや、これ彼こそで、ね、ミスターインディーですよ、はい、おお、勇美さんがでもその言葉が出てなんて、インディーどころかあの全日本さんとかにも出てる、はい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 、なるほどですね、いやもうすごいですよ、はい、はい、あの一斗缶だらけのハードカーマッチこれまたすごくなりそうですね、はいはい、これ関根中津さん、はいはい、塚本佐賀と浦野、うん、飛び交うんでしょうね、一斗缶が。いやー、飛び交いますね。はい、怖いなー。前回、後楽園ホールで一斗缶使ったんですけど、はい、それより増やしてます。おぉ。じゃ危険度がさらに上がったって感じですね。そうですね。おぉ。一斗缶どこで仕入れてくるんですか？一斗缶ね、いい仕入れ先みたいな。でもそういうの大事ですよね。大事です、大事です。はい。まあ、ファンの方にもね、もし余った、あまり一斗缶も余ってないかもしれない。あんまり一斗缶余った。あと、バサラの事務所に。一斗缶余った時って、オイルとかめったくないですよ。あんまり、はい。清掃が大変ですか？そう、清掃大変です。そうですね。油ですからね。綺麗な一斗缶だったり。綺麗な一斗缶、ぜひバサラの事務所にも、ね。はい。送ってください。あれこれなんですよ、はい、ベストストレッチマン、ストモ大杉対ヘラクレス戦が我々です、千賀の大杉奪還作戦なんですけど、あのベストストレッチマン働いてる大杉選手が、今ベストストレッチマンとうちはあの大杉さんいつもコシックで出てもらってるんですけど、ヘラクレス戦が選手が取り返そう、俺の大杉を返せ、はい、俺の大杉なんです、俺の大杉を返せなるほど、お前よみたいなことを言い始めたところから始まったんですけど、うんうんうん、まあ、これも逆にそういう見方もできるし、うんうん、でもこれ SOS 同士が対戦するところってなかなか見れない、そうですね、まあんまり見れないですよね、まず SOS 同士が対戦すること、はい、あんまりっていうか見れない、見れないですよね、普段ね、タッグバサラのリングだけで、バサラのリングだけ、はい、ですね、今回特別です、はい、はい、千賀選手とね、うん、で千賀選手のあのまあパートナーの丸山選手と、はい、はい、もう最強の夫人がそうですね、ベストステージマンから大関さんを取り、うん、はい、取り返すという、はい、
あと行列のゲームプロレス相談所、はい、はい、リュウさんが弁護士ですもんね、はい、いやーリュウさん本物の弁護士さんですよ ね、 ね、はい、東大院卒、はい、はい、東大院を卒業してなんでプロレスやないんですか本当不思議な経歴ですよね。そうなん、本当そうなんですよ。私も本当にいつもそう思います。まどか選手は改め真の母です、はい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 、吉田達彦選手、はい、みんなも司会相談してもよくわからないもこれもこれに関してはもうリュウさんの試合を蓋を開けてみれば何がわからない、はいはいはい、全く見えないですね。あとあの久保雄介対中野貴人、はい、あの中野デビュー2戦目で久保君とやってるんですけど、それ以来の対戦だろう、うん、果たしてどんだけのこう成長なのか、うん、結果なのか、はい、充実のラインナップですよ。見せられ、はい、られるかっていうのこの新規の大会はもう期待ですね。お酒も飲めるんですよね。飲み放題です。飲み放題ですもんね。飲み放題というか飲み放題付きのチケットでした。飲み放題チケット、はい、チケットにもすでに飲み放題含まれてる。はいはい、酔いどれ対決も、はい、身分証明書を持って。そうですね、20歳以上の方でないとちょっとね、はい、反抗してくれるんで、はい、あなるほど、反抗があれば、スタンプがあればあのもう何本でも飲む。いいですね。ビールもあります。もちろん。ああこれ第三種ビールじゃないですからね。えあちゃんとしたビール、ビール発泡酒じゃないですから、ね、ないですよあんまり。だからいやそこはねやっぱ僕が酒飲みでしょ飲み放題でもなんかビールは追加とか言われるからね。飲み放題で別にその第三種をバカにしたわけじゃないですよ。ただやっぱあの鳥貴族行っても、はいはいはい、鳥貴族行ってもやっぱ勤務がでかい状態で同じでなってる、ね、うん、確かにやっぱりなんかねあのやっぱ、うん、生っつったらやっぱ生飲みたいんで、うん、飲みたいです。いやそれはもう本当にね、ちょっとあれかもしれないけどビール飲みながら見るプロレス最高ですから。そうですね、うん、本当にちょっとねお酒とプロレスの相性最高に、うん、はい、そうですね、はい、あの気持ちよくなりながらぜひプロレス観戦をお願いします、うん、はい、はい、そしてあのその後にですねまたあの10月22日に名古屋中、はい、名古屋市中央、名古屋市中スポーツセンターで、はい、こちらの方の大会もございます。こちらの方もじゃあちょっと伊佐美さんお知らせの方お願いいたします。こちらでもまたですね、はい、一斗缶が出てきます。また出てきます。はい。一斗缶だらけのスリーウェイ、はい、はい。が、あもありつつ、うん、その、スペシャル人気のうち、自分と佐賀とっていう、はいはいはい、もあれでですね、はい、前回、その、うん、あの、うちら、あの、1年に1回、はい、いただきっていう、はい、はい、はい、あの頂上の頂とか、はい、頂上の頂に、はい、あの、天井の天井の、いただきっていうリーグ戦やってるんですけど、はい。僕そこで坂戸に負けてました。はい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 。あのまあ言ってしまえばちょっとリベンジマッチも含まれてるんですけど、はい、であとその坂戸からすればその同じトランザムファミリーである龍一から奪われたベルトをっていうところで坂戸からするとこの試合をきっかけにタイトルマッチにタイトルマッチに行きたいと思ったと、はい、私からすればそんなことさせないよっていうところなんですけど、はい、あの一斗缶色つけていろんな選手ごとに色つけるってどうですか。青い糸缶があるの面白いですね。赤い糸缶があるね。はい、ね、なるほど。誰の糸缶か分かるとなかなか面白いんじゃないですか。誰の糸缶か。画鋲で誰が寄付してくれたのか分かんないですもんね。画鋲で。画鋲分かんないですね。ぜひ、そうするとあのプレゼントするファンの方も。ファンの方が、ね、俺の糸缶を勇美さんが使ったとかです、ね、ああ、なるほど。私の糸缶を勇美さんが使ったって言ったらね。ただ油だらけですからね。そうそう絶対あんな洗えないですから。取れないよね。絶対取れないですよ。そうですよね。あ、でもそのアイデアも面白いですね。面白いですね。皆さんやってみましょう。勇美印の糸缶とか。そうですね。いずれなんか糸缶だけでリング全部埋められる。ああ、いいですね。そうですね。全部並べて。大日本さんみたいに下に引くんじゃなくて。はいはい。糸缶全部積んで、試合始まったら何も見えないですけど。これ中から出てくると思う、選手。最初に出てきた人勝ちとか。いや、糸缶はそう、この間の、マスラの後楽園ホール大会で、うん、まあ、あの、塚本がスチールボックスっていう名称で使い始めたんですけど、はいはい、これね、見つけもんだなと。そういや、どんどんいろんな両方ありますよ。はい、ね、うん、なんか広がりがちょっとなんか楽しそうな感じがしますよね。うん、そうなんですよ、うん、なんか結構、そのバサラではデスマッチをしたくなってるんですよ、はい、ハードコアマッチっていうのをちょっと、はい、なるほど、もっと極められたら、うん、あ、一斗缶いいアイテムですね。その中で見たら、一斗缶はこれは見つけたと思う、うんうん、なるほど、どんどん悔しい。はい、一斗缶皆さんちょっとお願いします。はい、プレゼントちょっと注目のプレゼントです。はい、そうですね、伊佐美さんが喜びますよ。伊佐美さん、はい、ありがとうございます。はい、そしてその他のカードもちょっとお願いいたします。はい、一斗缶でまずあの塚本関根風磨っていうね、はい、まあ、の伸び盛りの3人のスリーウェイハードコアタッグマッチ、はい、あ、スリーウェイハードコアマッチですね。はい、はい、で久保真の鋼、これはあのチームヘビーメタル、うん、
アイアンプリーストって言うんですけど、対、中津、小中ペールワン、うん、はい、ところがありまして、うん、名古屋の小中選手が出てもらっていて、風戸対虎ノ門深夜、虎ノ門深夜も、名古屋っぽいところから来てくれるんではないかという感じですね。うん、吉安浦の対吉野達彦、中野高田杉浦徹っていうカードですね、はいはい。ということで、10月に関しましては、2大会が、大注目かなと思いますので、はい、そしてもうあの決まってるんですけど、11月の今度は3日ですかね、そうですね、新木場、またあの帰ってきまして、新木場の方でもまた対戦が、うんうん、はい、でまたこちらの方は、でも対戦カードは全部はまだ決まってないんですね。はい、一応そのうん、まずあのガッツワールドさんに、はい、うん、大輔選手をオファーさせていただきました、はい、大輔選手がもうあの12月で引退されるという、はい、そうですね、はい、でもうどうしてもその前にしっかりだけでもいいから新庄をやりたいなっていうのがありまして、うんうん、まあそれでどうしたのっていうお願いをしたら、あのこの日は空いてますよっていうご返事をいただきまして、これじゃ石見さんの方からオファーされたの、ね、はい、僕があのどうしても大輔選手をシングルしたいんですけど、なるほど、以前2回ぐらいなんですよ、はい、タッグスリウェイとか、スリウェイじゃないです、タッグなのか6人タッグなのか、じゃあシングル初ですか、シングル初です、あ、これも見なきゃいけませんね、じゃあ熱い対決になりますね、多分これがもう最初で最後だと思いますので、はい、はい、皆さん期待してください、はい、バサラのキーワードは愛と欲ですからね、あ、いや夢と欲だ、夢すいません、愛と欲したらやらしい方がいっちゃうんで、ついつい自分の頭の中に、はいはい、ちょっとね、愛と欲が偉いですね、夢と欲ですね、はい、夢と欲、バサラのキーワード、はいはい、そして伊佐美さんといえばですね、本当に数々の本当にデスマッチ、ハードコア、もうすごい体にもう傷をつけながらいろんな戦いをされてきて、はい、今日もインタビューで私もちらっと小耳で聞こえてたんですけども、ラダーマッチなんか大変ですよね、まあ、ラダーは本当は高所恐怖症の方ですか、それね、そうです、皆さんご存知でした、高所恐怖症の方があの高さから飛ぶんですよ、あの痛いことも嫌いですから嫌ですよねそんなもん好きな人間言うかいや、もうラダーの頂上からダブル2とかをやる時のあの勇さんの強心臓ったらありゃしないなと思うんですけど、何なんですか、いやだから、はい、さっきもインタビューでも話したんですけど、はい、3メートル、はい、で目測にするとプラス自分の身長、リングの高さの、はい、そうですよね、リング下見たらもうえげつない高さ、えぐいですよね、えぐいですよ、であれ一回試合前に立てて、はい、登ってみようっていうのをみんなでやったんですよ、はい、第4プロレス、はい、初めてあのラダーが出てくる時に、はい、みんなで登ってみたんですけど、うん、まあみんな登れなかったいやもうだってあれ足震えますよ、あれ僕も登れなかったです、あ、そうですか、だって試合にならないと登れなかったです、ガタガタするでしょ、みんな押さえてたし、ね、レスラーの方重いじゃないですか、うん、重い方がミシミシ言うんですよ ね、 ですよね、あとちゃんと書いてありますからね、天板には乗るだダメじゃないですか、バリバリ乗ってますよね基本的に脚立を買ったり、うん、なんですか、作業とかで見たことある人にはだいたい書いてあるんですけど、はい、総重量と、はい、超えてますよね、総重量ともう人間2人乗ったらアウト、総重量と天板には乗るのは絶対書いてあるんですから、うん、ダメですよ、ルール破っちゃう本当にね、やっぱりルールは破るためにやるんです、ルールは破るためにやる、勇さんのなんすかね、その強心臓ぶりっていうのが試合でいつも見てハラハラドキドキしちゃうんですけど、あそこから飛んで、はいはい、ブロックの上に飛ぶんですよ、いやもう信じられないですよで、しかも膝がね、よく無事だなしかももちろん対戦相手をですね、痛めつけようっていう部分ももちろんあると思うんですけど、同じように例えば川塚落としで自分も同じような、ね、怪我を負っちゃう可能性もあるじゃないですか、あの時っていうのはもう吹っ切れちゃってるという、そんな感じですか、でもあれなんか非常に分かりやすくて、はい、僕が痛いんだから、うん、相手もっと痛いです、ね、なるほど、そのやっぱ技の重みもありますもんね、かけてるんで、はい、かけてるんで、はい、多分僕よりも相手の方が痛い、うん、でも僕も痛い、うん、ってことはもっと痛い、そう絶対痛い、絶対痛いですよね、身を削ってますね、削ってますね、はい、川塚系デスマッチで始めたのって、まあ、分かんないですけど、うん、まあ、連発するのは多分僕が、ね、そう初めて、多分勇さん自分で気づいてないけど初めて勇さんがやったってこといっぱいあると思いますよ、そうですね、そうですね、なんか一つクラシックの技でもああいうデスマッチだとかハードコアで使うともう破壊力抜群になる技いっぱいありますよね、なんかその辺がやっぱり勇さんの、まあ、真骨頂というか、なんかスタイルが、あそこにね、はい、明日のジョーはい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 、
いつああなるんじゃないかもう真っ白になっちゃうもんよね。燃え尽きちゃう。いやでもあのやっぱりバサラというのは勇さんにとってはどういう団体ですか。僕にとってのバサラですか、はい、バサラはまあ一言で言えば、うん、もう僕の宝ですね。はい、宝だけにあの大事なんだけどもっとそこから、はい、そのガシャガシャいろいろ出てきてほしい、うん、なんかあの宝でありなんかおもちゃ箱であり、はい、であの中にいる選手たちがもっとわさわさ、うん、わさわさしてくれたら一番それぐらい見越したことないかなって、うんうん、夢と欲が詰まってるんですよね、はい、うん、みんなのね、うん、ファンの方の夢と欲も詰まってると思いますよね、はい、ぜひご覧に行きましょう、はい、会場に行きましょう、はいはい、もうぜひですね10月2大会11月の方もぜひ皆さんの方ご参加お待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、でも最後に何かあの伝えておきたいメッセージとか何かありますでしょうか。まあ、もうとりあえずお酒の飲み放題の大会とかに関しては、ね、あの来てくれるその楽しさっていうのが分かるので、はい、うん、あのあれなんですよ、新木場なんですけど、はい、あの下椅子置いてないんですよ。あ、そうなんですね。ひな壇と、はい、あの上の 北側のところを開放してて、はいはいはい、北側はもうあのすあの座って、はい、あのあぐらかいてみんなで自由に動きな自由に動いて、はい、で下のコンクリートの部分のところはもう、うん、もう何も置いてないんで、うん、テーブルだけ置いてます、うん、テーブルだけ置いててそのあの話とか、うん、はい、話とかできるように、はい、お酒ちょっと置けるような、なるほどなるほど、だけにテーブル置いてるだけなので、まあ、なんていうかちょっとライブとかを見るようにそうですよね、はい、はい、と言いますか、ちょっと新しい感覚でプロレスを楽しめるそうですね。ですね、まあ、あのなんだろう、おとなしく見たい、おとなしくというかね、はい、そのゆっくり読みながら見たい方は、うん、そのひな壇の席に行かれてもいいですし、うん、でもう下でガッチャガチャワイワイやりたい人も下に来ていただいて、うん、であの僕お花見スタイルって呼んでるんですけど、うん、なるほど、北で座ってなるほど、はい、仲間内でね、うん、みんなで座ってちょっと飲みながら見るっていうスタイルもできると思うので、うん、はい、見方はもう自由なので、うん、はい、プロレスはいろんな楽しみ方ができるかもしれませんね。そういろんなスタイルのプロレスも出ますしね、はい、いろんなスタイルのプロレスもはい、はい、ということで、本日のゲストはプロレスリングバサラから小高選手にお越しいただきました。勇さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、失礼します、はい、はい、インタビューもね、キンキン、はい、公開しました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、はい、じゃあ編集長、はい、じゃあこちらの方に、はい、はい、じゃあ編集長、次はですね、はい、新日本プロレスから11月5日、大阪でですね、フリス大会でインターコンチ戦が、はい、棚橋選手対井伏選手が行われることになりました、はい、こちらの方からも編集長の方お願いします、はい、G1 で、はい、井伏君は初めて棚橋君に勝ちましたよね、神声で、はい、はい、井伏君は本当に文字通り棚橋君のことを神とね、はい、崇めてます、うん、これはもうプロレスの試合のスタイルももちろん、はい、試合会場以外での彼のファンに対するね、はい、スタンスとか、うん、いろんな意味でプロレスに対する思いとかね、はい、いろんな意味でこう棚橋君を神と崇めてます、はい、その神を超えましたよね、一回ね、一回超えましたね、はい、ですが、はい、なかなかそう簡単に超えられないのが棚橋君ですから、はい、でインターコンチ、かつて中村慎介君が、はい、白いベルトを中村に染めて、うんうん、もうどんどん下手したら IWGP ヘビーよりも価値のあるベルトにしましたよね、うん、はい、で今回棚橋君はこのインターコンチの白いベルトを持って作り直して切り替えて、はい、これをまた棚橋色にまだまだとこう染めてる過程なので、うん、もう井伏君ってのはね、棚橋色がどんな色なのかっていうのをはっきりさせるためにも最高の相手なんでね、うん、はい、このインターコンチ戦っていうのはもう見どころたっぷりですね、はい、もうフリッツの切符が売り切れてるということですか、もう完売ということですね、はい、大阪の厳しいファンの方もですね、はい、うん、非常に注目していると思いますが、期待していると思いますが、はい、どんどん上がっていくハードルを超えるのがね、うん、超えるファイトを見せてくれるのがこの棚橋君と井伏君なんで、はい、楽しみです、はいはい、皆さんもぜひ期待してください、はいはい、そしてですね、全日本プロレスの方から、はい、10.21 横浜文化体育館の方で、世界タッグ決定戦というものが、はい、あの岡田君はね、はい、ちょっと負傷を決定しましたので、はい、王座を返上して、はい、岡林くんの代わりに伊藤選手、関本伊藤組という、これまたね、なかなか見られないストロングとデスマッチの象徴が、はい、同期のですね、はい、第日本プロレスで15年以上支えてきたですね、うん、2人が、デスマッチとストロングで支えてきた2人が組んで、はい、そしてベルトを争うのはこの秋山大森というね、うん、もう全日本の顔、これまた25周年記念大会ですよ、はい、2人のこの2人のね、ベテランを相手にですね、うん、どうストロングのやり方、はい、デスマッチのやり方、うん、
楽しみですね。いやー、どんな風な試合になるか全く分かんないですね。もう伊藤選手にですね、はい、これもね、結構ね、デスマッチファイトをね、はい、仕掛けてほしい、この2人に。そうですね。王道のリングだからといってね、うん、別にね、あんな、いいんです。はい。やっちゃってください。やっちゃってください。はい。この受け止めてくれます、このお父さん2人。深いですね。2人は。はい。だから、もういっちゃってください。はい。もう、秋山大森選手。引退がね、燃えます。はいはい、非常にその受け方で非常に燃えるんじゃないかと思いますので、はい、大注目です。仕掛けた方がいいですよ。どんどん仕掛けましょう。はい。はい、そしてノアの方からはですね、グローバルリーグ戦が開幕いたしまして、はい、丸藤選手対塩崎選手の一戦が、もういきなりのね、結構事実上の決勝戦かなというぐらいの対戦が行われまして、はい、うん、しかもカードの内容も非常に良かったですね。はい、で丸藤君が勝ってですね、はい、まあ塩崎君としてはね、うん、巻き返さなきゃいけないですよね。そうですね。ノアに戻ってからね、うん、今一つ、うん、なかなか結果出せないんで、はい、今回のグローバルリーグ戦は本当に塩崎君にとっては正念場ですよ、これ。そうですね、はい、塩崎選手ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、結果を出せばね、ファンはついてきます、うん、そうですね。まずプロレスは勝たなきゃダメですね。勝っておいてください。はい、はいはい、勝利に貪欲に。そしてですね、この対決も面白かったですね。中島選手対健吾選手のもう打撃戦、負けず嫌いの2人ですからね、はい、30分じゃ短かったですね。そうですね、あっという間に時間切れ引き分けで、うん、バチバチビシビシいきましたよね、はい、いや本当ね、ノアの新時代をね、うんうん、印象付けましたね。はい、はい、そうですね、まあ、このお二人の対決もこの後もですね、うん、これからどんどん続いていくと思いますので、これから、まあ、始まったところですよね。そうですね、2人のライバルストーリーも、ね、はい、名勝負数え歌、うん、なんかなりそうな感じの、はい、間違いないです、ね、もう始まってます。そうですよね、はい、はい、ぜひお楽しみください。そして、大日本では新しい風が吹きました。こちら最強タッグリーグで橋本大地選手と上谷秀吉選手がアブドラ小林選手と伊藤選手を破って、はい、初優勝を遂げました、はい、ストロングブロックのね、はい、決定戦、関本岡林さん、はい、を破ったんですよね。あ、関本、佐藤浩平を第1試合で、そうそう、はい、あのチームを破ったわけですからね。いやー、そしてストロング代表になったというね、うん、これまたすごいことで、はい、しかも決勝の相手が、うん、アブコと伊藤ですよ、うん、伝説の大日本を、先ほども言いましたけど、はい、15年間以上支えてきた2人ですよね。そうですね、その2人を破って優勝、これは本当価値がありますね。そうですね、はい、新しい風がちょっと吹いたなっていう、うん、そんな感じがしましたね。そうですね、狼というね、そうですね、チーム名もいいですよね、うん、はい、なんか若い風がですね、本当に大日本プロレスにもどんどん吹き荒れているというところで、はい、またいろんなプロレスがやりましたね。はい、あ、すいません、すいません、ちょっと、はいはい、すいません、もう本当にいろんなちょっとハプニングが今起こりました、はい、でも大丈夫、決してあったつもりです、すいません、はい、はい、今週のプロレスも振り返るとたくさん面白いことが起こりましたね。はい、はいはい、また来週にも引き続いてですね、いろんなことをまた私たちも、はい、見ながら覚えながらお話しできればと思いますね、はいはい、もうね、もう話題はつきません。そうですね、はい、はい、そして本日はバサラの小高勇選手をお越しいただきましてありがとうございました、はい、またこれからもですね、プロレストゥデイ増刊号ではいろんなレスラーの方々にお越しいただきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。待ってます。はい、それでは本日もこちらで失礼します。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。